待ちなさいよジュリアン。やはり逃げ切れんか。ならば攻めて相打ちに。バカ、自分が何言ってるか分かってるの。それにこいつがそんなこと望むと思ってんの。なぜだ、なぜお前は私の前に現れた。なぜお前は敵なのだ。そうよ、辛いのはあんただけじゃないんだから。どうしてこんな時代に生まれてしまったのだ。別の時代に生まれていれば私は女として生きてゆけたはず。そうすればこんな辛い思いをしなくて済んだ。誰もが苦しまずに済んだ。だが私はインペリアルナイトだ。バーンシュタイン王国のために市場を捨てねばならない。追えないよね、やっぱり。改めて礼を言おう。君たちのおかげで王都の民が救われた。でも町が占領されたままなんでしょう。ああ。だがガラシールズを取り戻すのは我々の仕事だ。急いで攻め込んで町の民を危険にさらしたくはない。休戦に持ち込む。そうか。また困ったことがあったらいつでも呼んでくれ。力になる。すまんな、ウォレス。俺とお前の仲だ。気にするな。よし、元の任務に戻ろう。なんだお前たち、まだ用があるのか。何言ってんのよ。中のグローシアンの人たちいなくなってるじゃないの。そんなバカな。ここからは誰も。やっぱりあっちかららしいな。
どのようなご用でしょうか。あれ、あの人前とピアスが違うよ。確か前は赤いピアスをしてたはず。確か拾ったのは赤いピアスだったよね。どうする？個人的な質問に答える義務はありません。ご用がないのであればお引き取り願います。あの人、赤いピアスについて何か隠してる。だが動揺した気配は感じられなかったな。誰が怪しいにしてももうちょっとよく調べないと。そうだな、たまたま同じピアスをしていたということも考えられるしな。確かルイセ君だったね。はい。それで何の用かな。何のんびりしてるのよ。ホールからグローシアンが消えちゃったってのに。なんだと。それは大変だ。行っちゃった。これからどうする。ミーシャもいなくなっちゃったし。あー、待って待って。どこ行ってたのよ。ちょっと。いらっしゃいませ。どのようなご用件でしょうか。副学院長に会いたいんだけど。多分今ならお会いできると思います。どうぞ。失礼します。どうしたんだ。あの、副学院長の研究を詳しく教えていただきたくて。それで地下の研究室を見せてほしいんですが。君たちは何を言っているんだ。そんなことできるわけないだろう。バカなことを言ってないでさっさと出て行きたまえ。やっぱりダメだったね。どのようなご用でしょうか。学院長はいらっしゃいますか。いいえ、ただいま席を外しておりますが。
んだか最近いないことが多いな。誰がいないのだ。あ、いた。わしに用事かな。何？わしの研究についてか。私からもお願いします。私、自分の力についてほとんど知らないんです。どうでしょうか。勉強熱心なのは良いことじゃ。わしは学院長として勉学への探求心を削ぐことはできぬ。よかろう。地下の研究室へ来なさい。わしは一足先に行って鍵を開けておくとしよう。わしの研究室じゃ。具体的な研究を教えてくれませんか。わしは強大な魔力を持つグローシアについて研究しておる。なぜこの世界で彼らだけが強い魔力を持てるのか。普通の者がグロシアン並みの魔力を持つことは可能なのかをな。それで分かったの？グロシアンは元の世界とのチャンネルを無意識に開けるという仮説はあるが、果たして普通の人にそれを開く方法があるのか。ほとんど謎のままと言ってもよい。それじゃダメじゃん。グローシアンが魔法を使うとき、周囲に微量ながらグローシュを放出する。またグローシュは我々の持つ魔力を増幅することまでは分かったのじゃが、確かサンドラ君が麻酔症の中にもグローシュが含まれていることを突き止めたそうじゃないか。あ、お母さんの研究。うん。ほんの微量のグローシュが混じるだけで水晶の持つ魔力が何倍にもなる。なるほどな。だからあの水晶鉱山で取れる麻酔晶はあんなに貴重だったのか。その通りじゃ。だが取り出されたグローシュの結晶はそれだけでは何の役にも立たんのじゃよ。普通の魔力と混じり合ってこそその力を発揮するのじゃ。それじゃあグローシュの結晶があると私でもルイセちゃんみたいな能力が使えるの？そうはいかんのじゃ。麻酔症に含まれるグローシュとグローシアンの持つグローシュとは全く次元が違うものなのじゃ。簡単に言ってしまえば、麻酔症のグローシュは使い終わった残りカスのようなものでな。水晶の中から出してしまうともう魔力を増幅させることはできるのじゃよ。グローシアンが魔法を使った時に放出するグローシュも同じじゃ。グローシュって厄介なものなのね。だから父として研究が進まんのじゃ。
学院長、そろそろ戻っていただかないと困ります。おお、すまんすまん。さて、こんなところでいいかな。わしもそろそろ部屋に戻らんといかん。大変勉強になりました。ありがとうございます。あ、ではこれからも勉学に励むのじゃよ。怪しいところはありませんでしたね。おじさまはいい人だもん。おかしいところなんてないでしょ。そうだね、真面目に研究してるだけみたいだし。どう思ってるの？本気なの？お兄様。俺もこいつに同感だ。あいつは潔白すぎる。それがかえって怪しいぜ。いい人なのに。とにかくもっと調べてみましょう。いらっしゃいませ。どのようなご用件でしょうか。副学院長に会いたいんだけど。多分今ならお会いできると思います。どうぞ。失礼します。どうしたんだ。この際だからはっきり言わせてもらおう。あんたはグローシアン失踪事件の容疑者の一人なんだ。容疑者。重要参考人ってところかな。で、その容疑を晴らす手っ取り早い方法ってのがあんたの地下研究所を見せてもらうってことだ。だがあそこには何もないなら見せられるはずだろうが。わかった。見せればいいんだろう。見せれば。そういうこと。ちょっと地下に行ってくる。少しの間留守を頼むぞ。はい。ウォリスさん、ちょっと怖かった。そうか。でもその脅しがあったからやっと地下室が見られるんだもんね。それでは地下へ行きましょう。
人をせかしておいて遅かったじゃないか。あまり勝手に触るな。呪いを受けるぞ。呪い？変なところはないよ。だから言っただろう。だいたい私を疑うなんてどういう了見だ。とにかく疑いが晴れてよかったじゃねえか。でもここではどんな研究をしているんですか？そんなことは関係ないだろう。ああ、私も魔法を学ぶ者として純粋に興味があります。仕方ないな。私は呪いを研究しているのだ。暗い。そこ黙って。呪いといっても私は人を呪うために研究をしているのではない。古代の遺跡には様々な罠に混じって呪いを施してあるものも多い。うっかり呪いを発動させてしまうものもいる。そこで私はこの世界の呪いを研究し、系統分けし、その解除方法をまとめているのだ。グローシアンの遺跡の本格調査が最近まで行われなかったのは、これらにかけられた呪いの解除方法が分かっていなかったからだ。何しろグローシアンが使う呪いは桁違いの強さを持っているからな。それじゃあ副学院長がいたから遺跡に入れるようになったってこと？まあそうとも言えるな。見かけによらずすごいのね。見直したか？はい、素晴らしいと思います。普通の魔法との大きな違いはその永続性と有効範囲の大きさにある。簡単な言い方をすれば、呪いに距離は関係ないのだ。もっとも、長く広範囲の呪いをかけようとすればそれだけ長い儀式を必要とするがな。ふーん、ずっとそんな研究ばっかりして飽きないの？飽きはせんよ。ただもっと多くのグローシアンが呪いを使えるなら研究もはかどるだろうに。とにかくそういうわけだ。薬学を学ぶ者としても大変興味深いお話でした。ありがとうございます。さてこれぐらいにしようか。そろそろ戻らねばならんからね。これで私の容疑も晴れたかな。ここは研究の特性上、不用意に人を入れるのは危険なんだ。ここへ入るのはこれっきりにしてくれ。グローシの研究をする学院長と呪いの研究をする副学院長、共通しているのはどちらもグローシアンを必要としていること。どっちがグローシアンをさらったのかな。それとも二人とは別の誰か。ねえ、あんたはどう思う？俺もそう思う。私は副学院長の方が怪しいと思うんだけどな。どっちだろう。人を疑いたくないので答えられません。どっちにしろなんだか気に入らねえ。何が？俺たちの行動が読まれている気がする。
先に手を打たれているような感じがするぞ。こっちの行動が読まれてるってどういうこと？例えばだ、ティピ、お前サンドラ様とここから話ができるだろう？うん、できるよ。つまりこの場にいなくても俺たちの行動を知ることができるってことだ。それってお母さんが？そうは言ってない。あくまでも例えばの話だ。マスターだったら詳しいことを知ってるかな。ちょっと聞いてみるね。バカ、やめろ。もし例え話が本当だとしたら、みすみす聞かれて警戒されるだけだろ。あ、そっか。